どうもこんにちは、岩下スティーブンです。今回はね、こちら前紹介したジョジョの奇妙な冒険第3部スターダストクルセイダースのワールドコレクタブルフィギュア、これね、ンドゥールとホルフォースとオインゴボインゴブラザーズ、僕のオインゴボインゴ個体差なのかつま先が浮いてんだよね。これを紹介した時にも言ったけど、今回のはこれね、あとジョータロウとジョセフとブアブドゥルね、あと3つもあったんだけどね、その3人のはこれ持ってたから取ってこなかったんだけど、箱見たらどうやら僕が持ってたのと色が違うぞということで、できれば取ってきますって言ったんですけど、もうミスター有言実行と呼ばれてもおかしくないね。今回ちゃんとね取ってきましたよ。こちら、はい、モハメド・アブドゥル以上です。これしか取ってこれませんでした。よりによっ、やっべ、今よりによってって言いそうになった。危ね危ね。あれ、でもアブドゥルだしな。まあいっか、よりによってアブドゥルしか取ってこれなかったんですよね。まあというわけでね、残念ながらジョータロウとジョセフは取ってこれなかったんで、今回はもうアブドゥル好きのために送る動画ですね。もう今回はアブドゥル会です。もう全国のアブドゥル激推しの皆さん集まってください。40人ぐらい来たかな。まあそんなわけでね、今回はこのアブドゥル紹介するのと、もうアブドゥルについてね、語り尽くそうじゃないかって、もう多分30分ぐらいとか言っちゃってるかもな。これじゃあ開けていきましょう。パッケージの方もいかにもアブドゥルっぽい赤でね、炎を操るマジシャンズレッドみたいな、もう赤色。よいしょ、おお、色合い全然違う。はい、こちらです。わあ、なんか色味が、あ、でよく見たらなんか顔の造形も微妙に違うな、これ。とりあえずざっと全身だけど、こっちのアブドゥルのオレンジ色が割と原色に近いというか、まあ明るめな色に対して、こっちのアブドゥルはもうなんだろう、全体的にこう落ち着いた色というか、サイド低め、なんだろう、渋いクラシックカラー的な感じだね。顔が全然違うじゃんね。修正というか新たに造形されてる感じかな。どこが変わってるかっていうと、一番わかりやすい部分で言ったら目だね。目、こっちのアブドゥルはもう斜め上をもうもろに見てるって感じで、白目の面積が多いけど、それに対してこっちの元のアブドゥルはもうまっすぐこっちを見つめてる感じね。心なしか鼻もこっちの方がでかいし、顎のシャープさが減ってるような気はする。気のせいかもしれない。どっちがアブドゥルっぽいって言われたら、僕は、ね、こっちがモハメド・アブドゥルってなりますよ。まあ、こっちもいいんだけどね、こっちの方が若干なんだろう、イケメン、イケブル、イケブルだわ。だいぶイケブルだね、こっちの方が。で、色の違い部分だけど、まず上から髪の色が違うね。こっちの方がグレーがかったブルーっていう感じだけど、こっちはなんだろう、もうこういうチョコのお菓子あるよねっていうぐらい、濃い茶色、ダークブラウンな感じだね。で、ここの、髪というか、まあ、ふがしを固定してる金属的なのが、こっちが金に対してこっちは銀と。で、上のジャケットのオレンジが違うのと、ここの首というか耳についてるから、首なのか耳飾りなのか分かんないけど、ここの装飾部分の馬の尻尾みたいなのが、こっちが青でこっちが金色。で、あとはベルトの色が変わってるかな。ボタンも金属部分はだいたい銀色になってるね。腕輪もそうだね。膝当てみたいなところも、こっちはもうなんか一色の灰色で塗られてる感じだけど、膝当てが別で塗られてる。あ、でもこれジャケットの裏、こっち黒いけど、こっちは表の生地と同じ色だね。で、靴の方はこっちなんか一体化しちゃってるね。こっちはくるぶし部分が、まあズボンから来てるの色だろうけど、くるぶしの灰色と足の部分の茶色と靴底の黒い部分だけど、こっちはもう完全にダークブラウン一色だわ。で、後ろ、あー、ここも違うね。こっちは首の部分のところまで同じ色で、なんかパーカーかなっていう感じだけど、こっちはなんかスカーフだかマフラーを巻いてるように見えるね。で、あー、後ろの髪飾りみたいなのも青くなられてるわ。まあ違いって言ったらこんぐらいかな。モハメド・アブドゥル、 Yes I am マジシャンズレッド、クロスファイアハリケーンスペシャル。占い師の私に予言で戦おうなどとは10年早いんじゃないか。地獄を貴様に、 Hell to you、 私が来た。あ、これ違う人だ。
あ、同じアブドゥルでもこんなに違うんだね。これはますますジョータロウとジョセフが欲しくなっちゃうな。まあ散々ね、僕動画内でアブドゥルのことね、どうしてもなんかまずアブドゥルっていう前にブ男って言っちゃいがちだけど、別に嫌いだから言ってるとかっていうわけじゃなくて、好きなんだよね。結構僕アブドゥルさん好きなんですよ。物語の途中ジェイガイルとホルホース戦でリタイアしちゃうんだけど、ああ死んだと思ったら実は生きてたっていうね。で、どっちかっていうと前半のアブドゥルさんより再登場してからのアブドゥルさんのキャラクターが本当好きなんですよね。なんか真面目さがちょっと抜けてギャグ色が強くなった感じね。再登場のカメオ戦でもあいつが土の中にいてさ、竹筒で息してるっていうのが分かったらね、水攻めをして、おいポルナルフ、なんか催してきたの、一応久しぶりに男の友情ツレションでもするか、大声で笑いながらするのが作法だぞポルナレフ、笑えポルナレフアハハハみたいな感じで超テンション高かったのが、なんか面白いおっちゃんっていう感じになってましたよね。ディオの館に潜入した後の最後ったらね、もうあっさりしすぎだよね。バニラアイスのクリームにもうガウンってやられちゃって両手だけ残ってね、3部のメインキャラクターの中でもあっさりとした最後になっちゃってましたよね。まあね、でもそれでもポルナレフとイギーを救ってくれたから、もうそこはありがとうございますだよ。はい、というわけで今回はこちら、ジョジョの奇妙な冒険第3部スターダストクルセイダースのワールドコレクタブルフィギュアモハメド・アブドゥルの紹介をしてきましたが、いかがだったでしょうか。箱だけ見た時はおいおい全然色が変わってないじゃないかって思ったんだけど、思いのほか色変わってたし、もう目とか全然違ったし、これ撮ってきてよかったなと思いました普通に。だからこそジョータロウとねジョセフ撮れなかったことが本当悔やまれますね。まだあるかな、あるか分かんないけど、ちょっと撮れる機会あったらね、その2人も撮ってこようとは思いますんで、撮れなかったらごめん。まあそんなわけでね、今回はとことんアブドゥル回、動画で映ってるほぼ8割はアブドゥルの回でしたが、皆さんわかんないけど僕は撮ってて結構面白かったですね。ほぼアブドゥルっていうのがね。はい、というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それでは Yes I am